テコの原理。テコを使えば軽い重りで重い荷物を動かせるように、レバレッジを使えば少ない自己資本で大きな資本を動かせる。レバレッジとは経済活動において他人資本を使うことで自己資本に対する利益率を高めること、またはその高まる倍率。原理はテコの作用。レバレッジ、リバレッジなど金表記はいくつかある。レバレッジ効果。 レバレッジ率などとも、ギアリングと呼ぶこともあるが趣旨は同じである。力が無条件に増幅されるて小や歯車に例えられるが、口述の通り小取引の用語では損失も増幅される。自己資本を持って経済活動をする際に利益率を高めたい場合、他人資本を用いることで可能となる。総資産イコール自己資本他人資本一方で、 レバレッジ効果は変動性を高めているため、自己資本に対する損失の割合も大きくなる。すなわち、総資本を利用した事業の利益率が他人資本の調達コストを下回るときは、むしろレバレッジ効果により、利益率の減少、または損失の拡大を将来することとなる。このようにして、他人資本を導入することで同額の自己資本でも、より高い利益率が上げられることを、 レバレッジ効果と呼ぶ。同様に他人資本をすでに利用している企業も、その他人資本の利用割合を高め自己資本比率を低下させることで、レバレッジ効果を利用することができる。また、逆に自己資本の打ち投資する割合を低くすることで、自己資本に対する利益変動性を低下させ、安全性を高めることも可能である。 市場が長期的に安定的な成長が期待できる場合、事業会社は自社の資産を担保に借り入れを行い、営業部門の強化や製造設備の増強などを行う。この際長期的な期待収益率が市場利子率よりも十分に高ければ他人資本の導入による性のデバレッジ効果が期待できる。一方で市場の成長が非常に不確実で、 短期的な変動幅が大きいことが予想できる場合、高レバレッジ経営は自己資本に不可則な損失をもたらす可能性がある。金融取引においては20世紀初頭頃から意識的にレバレッジ効果を働かせるようになった。ブローカーズローンと呼ばれた取引では購入する株式を担保に資金を借りて株式を購入できるため自己資本以上の投資を行うことが可能であった。 現在でも、デワレッジ型投資信託、デワレッジ型上場投資信託、信用取引、外国為替証拠金取引、借金決済取引、先物取引、オプション取引などで、他人資本を導入して、デワレッジ効果を働かせた投資が可能である。自己資本のみを担保に、他人資本を導入すればレバレッジは4倍であっても、連帯保証することで、 実質レバレッジは1.5倍となる日本企業は高度経済成長期に借り入れを大幅に増やしたため伝統的に他の先進国よりレバレッジ効果が高いとされてきた。しかし日本の場合は特に伝統的な中小企業に対する法人融資では経営者個人による連帯保障が発達しており個人オーナーの土地家屋を担保にした法人融資という点では 本来の意味でのレバレッジ効果は限定的なものである。また、1970年代後半以降、有料製造業が債務の返済に転じ、1990年代以末には有利子負債返済の大ブームとなった。このため、一部企業は多額の現金を抱え、むしろ逆のレバレッジ効果が働いている。一般に、欧米企業は自己資本比率が高く、 日本の企業は自己資本比率が低い。一般にアメリカ系の企業は自己資本比率が高いとされるが、上場企業と非常上場企業によってその成功は異なり、中小企業は金融機関からの借り入れ比率がやや高くなる。欧州では伝統的に社債市場が発達しているため、米国系企業より自己資本比率が低い。 米国系企業が欧州に子会社を設立する際も、米国本社から直接資本投下を行うより現地で社債を発行して資本調達を行う傾向にある。日本企業については1990年のバブル崩壊以降、自己資本を積み増す傾向にあるが、これについても業種業態や個別企業によりまちまちという他ない状況である。例えばかつては、 無借金経営ともてはやされたこともある。トヨタ自動車なども、本社単体では、金融機関からの借り入れがないものの連結会計では、多額の有利子負債があり、連結自己資本比率は30%台となる。これは顧客向けオートローンなど、金融事業会社を子会社に持つほか、買収などにより連結化した、新しい子会社に有利子負債が存在していることによる、 オートローン事業については、顧客債権を証券化して、他の金融機関に引き受けさせている場合、貸し倒れリスクは保証料として損益処理できており、この場合どこまでを、賞味の他人資本と評価できるか、会計資料だけで判断するのはにわかに困難になる。ありがとうございます。